氷川清は日本の歌手、本名は山田・清で、通称はキー、キーちゃん。身長178センチメートル、体重62キログラム、血液型は A 型、レコード会社は日本コロンビア、芸能事務所はながらプロダクションに所属する。また、歌手活動以外にもタレント活動や歌謡劇への出演などを展開している。往年の演歌、 昭和歌謡やムード歌謡とオリジナル曲を収録した演歌名曲コレクションシリーズなどのカバーアルバムを発表しているほか、かつて、きよしとこの夜などのテレビ番組では、ポップス系の楽曲も数多く披露しており、過去にきよし名義でのシングル CD も発表。現在では、名前の使い分けはしておらず、すべての曲を、ひかわきよしの名で統一している。富士テレビ、ミュージックフェア、 FNS 歌の夏祭り、FNS 歌謡祭などでは J-POP を歌唱し、視聴者からも反響の声が大きかった。とりわけ、歌の夏祭りでユズとコラボレーションした栄光の歌卿は、その歌唱力が視聴者から絶賛され、菊川玲も、歌の夏祭りで印象に残ったシーンとして菊川、ユズのコラボレーションを上げている。歌う祭の衣装は和服ではなく洋服が多い。また、 楽曲の振り付けは複雑な動きを取り入れず、比較的簡単な手の動きのものが多い。これは幼いファンから高齢のファンまでが覚えやすく、座ったままでも可能な動きであるよう考慮されているためである。芸名の氷川は、所属事務所のながらプロダクションがあった東京都港区赤坂6丁目にある氷川神社、清は氷川の本名である山田清に由来する。 名付け親はビートたけしであるとされるが、実際は事務所会長のながら順が命名しており、ながらが氷川をたけしに紹介した際には、すでにヒきよしという芸名でのデビューがほぼ決まっていた。ながらは新人歌手の氷川を売り込むため、話題作りとして、たけしを名付け親にしようと考えたという、この話はたけし自身が明かしている。氷川がデビューした年に初出場した。 NHK 紅白歌合戦では、けしも、志村健と共に、氷川の応援前座として初出場した。また、この年の日本レコード大賞新人賞受賞でも、けしは、氷川の応援として登壇している。2000年、歌唱曲、箱根八里の半次郎2001年、歌唱曲、大いおっかけおとじろう2002年、歌唱曲、清志のずんどこふし、星空の秋子2003年、 歌唱曲、白雲の城2004年、歌唱曲、清のドドンパ、バンバの中太郎2005年、歌唱曲、初恋列車、面影のと2006年、歌唱曲、一見2007年、歌唱曲、あわよ、清の騒乱説2008年、歌唱曲、限界船歌、哀愁の湖2009年、歌唱曲、ときめきのルンバ2010年、歌唱曲、 虹色のバイオ2011年、歌唱曲、情熱のマリアッチ2012年、歌唱曲、桜2013年、歌唱曲、満天の瞳2014年、歌唱曲、ちょいと気まぐれ渡り鳥2015年、歌唱曲、男花、愛しの敵色2016年、歌唱曲、未練神2017年、歌唱曲、男の絶唱2018年、歌唱曲、 勝負の花道2019年、歌唱曲、大丈夫。最上の扇動2019年、歌唱曲、限界突破サバイバー。ありがとうございます。